はい、三国志を数値化してみた、これ3回目、おそらく最終回です。で、孫策と孫権の、権勢の変遷、どれぐらい力を持っていたのかっていうのを年ごとに、投資家が使う図、チャートで表しています。この図からまず見たいことなんですけど、197年とか198年あたりを、見ていただきたいんですけど、ここを見るとですね、太い移動平均線はやっと上向きになってきたっていうことを前回言いましたが、この移動平均線の上にですね、ローソク足、短期的な孫策の値動きがあります。で、このようにですね、長い、目線で見た平均値よりも今の値段の方が上にある状態である時っていうのを上り調子であるっていう捉え方をします。この平均を上回っている状態に今いるっていうことは、基本的にですね、どんどん上値を更新する、もっと高い値段にどんどんなっていくっていうことを期待させるっていうのがこのチャートの読み方なんですよ。だから孫策の場合でいくと、196年にですね、太い線と、短期的な値段を表しているロウソクとか細い折れ線グラフが交わっているところが、196年に交わっているところがあると思うんですけど、これをですね、教科書的な知識なんですが、ゴールデンクロスっていう言い方をします。技の名前とかではなくて本当にそうやって言うんですけど、長い目線で見た平均とですね、短期的なものがこのように交わって追い抜かす、過去の平均を追い抜いて、今の値段が上がっていくことを、ゴールデンクロスと言いまして、このクロスっていうのは交わってる点、交点のことを言いますが、これをかますとですね、このタイミングで、買うと、どんどん上がっていってお得だよっていうふうなことが言われています。だから同じゴールデンクロスはですね、202年とか203年ぐらいに起きていて、さっき言ったように、その孫権、息子の孫権の権勢って長い目線5年の平均で見ると204年ぐらいに上りに転じてるんですよね、孫策の影響がなくなって。ただゴールデンクロスって202年の最後の方から203年ぐらいに起きてるじゃないですか。だからもし自分が揚州に暮らしていて、孫権にいつ使えようかなっていうふうに考えている豪族だとして、で、そうすると204年5年ぐらいになってくると 孫権の力が上がっていっているからいいんですけど、安心して参加できるんですけど、もうちょっと早い段階で人材を見極めて味方になりたいっていうのは基本処世術として、これから伸びていく未来がある、集団に所属するっていうのは、それとても有利なことなので、やりたいと思った時に204年5年ぐらいにですね、上昇に、長いトレンドが上昇にしていく、上昇に転じる前に202年の末ぐらいに、あ、ゴールデンクロスじゃないかというふうな形でですね、孫権に使えるっていう判断が可能になります。株とか為替を買うっていう行為って、これから値上がりしていくものに、自分の財産を預けて乗っけて一緒に反映していくっていう意味、一緒に値段価値を上げていくっていうことですから、それって五冠末の豪族がどの勢力に、つこうかなっていうふうに考えた時にですね、結局その上がっていく、価値を上げていくであろうものに参加するっていう意味では、投資家の目線とどの群雄英雄に、つくかっていうのって基本見方としては一緒のはずなんですよ。この辺、その我々が例えば会社を選ぶときに、今ピークでこれから落ちていく落ち目の会社とかよりも、今伸びていく会社に早めに入れば高いポジションも得られる、役職につけるかもしれないし、どんどん部下とか後輩が入ってこればですね、おのずと自分の仕事もしやすくなるし、給料も上がりやすいっていうこともあるから、組織、今は会社の株価の例、株価を見ながら就職活動をするっていう、そういった組織の見方の話をしましたが、それってその三国志に
置き換えたとしても同じことが言えるんじゃないかなっていうふうに私は思って、この孫作孫権を、権力の高さ、あの当時その株価とか株なんて概念はないですから、権力の高さっていうふうな図で表してるんですけど、このようにゴールデンクロスをしているところで、参加するっていうのはありです。一方ですね、孫作が例えば死んだ200年でいくと逆側に線が交わってるんですよ。5年平均で見ればそんな急激に落ちているわけではないんですけど、ただ短期的に見るとズドンと落ちていて、で反対側に交差が起きている、交わっているのが見て取れると思います。でこれをゴールデンクロスの反対語と言いますか、対応させる言葉としてデッドクロス、死の交差、なんか技の名前っぽいですけどそれだと言われていて、で基本ですね、これをかましてしまったらですね、逃げろと、つまりそこから脱退せよっていうような言い方をされます。だから基本その孫作が死んで、弟の孫権、18歳だか19歳かの孫権が継ぐ時には、投資家としては逃げるのが正解です。今ですね、たまたま結果が見えているから、やがて孫氏が盛り返すっていうことが図の右半分で見ることができますが、皆さん手でですね画面を隠していただきたいんですけど、その200年以降が見えなかった場合、この勢力はもう基本滅亡なんですよ。だから孫作が死んだ時にですね、もう使えないって言ったことで離脱していこうとする人物もいます。例えばそれはロシュクロシュクのね、その孫権孫作に仕えた時期って資料によって微妙で、孫作と出会ってたっていう資料もあれば、孫権になったから初めて周囲に紹介されたっていう記事もあって、正直よく分かってないんですけど、仮にロシュクが先見の明がある投資家で、で孫作の死に、を目の当たりにしたら、もうこれは離脱しかないです。でこれたまたま下の軸にかすってませんけど、滅びたら0円価値が全くなくなっちゃうわけなのでそれは滅亡ですから、こんな急ピッチで下げていったらですね、もうそこから離れるっていうのが正解です。ピンチの時ほどですね、味方せよ、それでこそ本当の例えば忠実なしもべであるというのもありますが、それは特殊なイデオロギーです。何か周りの人たちが掴んでいない情報があって残る、組織に残るんだったらありなんですけど、通常この勢いで下げていったっていうところからは離れるのが常識とされています。で例えば自分が幼衆の豪族だとしたら、一回孫作が死んだ時に離れて、でまた202年203年ぐらいにゴールデンクロスを見届けてですね、そこから再び参加すればいいんですよ。無節操な動きですけど、だから忠臣かと言われると忠実な進化ではありませんが、生き残るためにはその手がいる、そうしかないです。だからゴールデンクロスとデッドクロスの話でしたと。でそれでいくとですね、211年以降、これって短期的な折れ線グラフと長期的な折れ線グラフがぐね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 回ってて、これを揉み合いっていうんですけど、もうこの時は傾向はなしです。だからそのゴールデンクロスとデッドクロスも絶対ではなくて、図を描けばこのようなものが出てきてしまうんですけど、ただそのね、ゴールデンクロスになったから味方して、デッドクロスかましたからすぐ逃げるっていうのをやるっていうのも、そんな機械的に判断できるものでもなくて、てかそのね、交わり方だけで正しい行動ができるんだったら、誰も投資では負けませんし、五冠末の英雄軍友たちも滅びたりとか巻き添え食らって死んだりしませんから、絶対ではない、もう若干後知恵なところ、後から見て言えるっていうところはあって、だからないよりマシっていう程度の話なんですけど、そういった折れ線グラフの動きから見ることができますということが言えます。で全体的に見るとですね、図をちょっと遠くから見ると
全体的には上がってるんですよ。特に孫権、息子の孫権が継いでからは上がり調子で、まあ、それはそのはずで、皇帝になってですね、280年まで、だから図の端っこからさらに60年も国家が持ちこたえるわけ、持ちこたえるというか栄えるわけですから、下がるはずはなくて、ただね、そのもっと、これは年単位ですけど、例えば曹操とかだったら資料の記述がたくさん残っていますから、月単位、まあ、月は無理でも、季節単位、3ヶ月単位で、図を書いてみて、でこのような移動平均線を表示してみると、この数字、あのそれぞれのですね、あのこのグラフの数字って私が任意に決めてる、好きに決めてるところがあって、もちろんあの好きにっていうか、ひいきしてめちゃくちゃに書いていったら意味がなくなってしまうから、資料を読んでこんなもんじゃないのかなという数字を取っていった結果、こんなように図が出てきて、これ Excel で普通に作れるんですよ。あの作り方ネットで検索すれば僕出てきたんで、あの見られると思うんですけど、あのその年のですね、始め値と終わり値、つまり長方形の、端っことひげの上と下っていうのを表示して、あ、表示というか Excel に入力してですね、グラフを書くっていうと、これ一発で出てくるんで、すごい面白いですよね。うん、だから歴史好きの皆さんは普段こんなん見ないと思うんですけど、資料を読むっていう、愚直に読むっていうのと一個あの斜めにから見てみてですね、こんな風に絵を描いてみると、資料を読むだけでは言えなかった、見えてこなかったあの勢力の変遷っていうのが見えてくるんじゃないのかなと思います。終わりです。